桃岩桃岩は中国の関東料理で見られる桃岩を器にした料理であり、特に宴会の場で好まれて食される。具材としては中国ハム、シイタケ、魚介類などが多く用いられる。桃岩の綿をえぐり取った後、具とスープを果実の中に入れ、全体を蒸し上げて作られ、食べる時には内側の果肉をスプーンでえぐって碗に盛り、中のスープを具材ごと注ぎ入れる。 類似の料理としては、ヤシの実を器にした広東料理のヤシトンリ、メロンを器にしたコナン料理のコウリ発泡鳥などがよく知られている。また茶として飲むこともあり、特に台湾料理では冬瓜に砂糖を加えた水で煮込んだものが好んで飲まれる。中国甲府祭研究会が編んだ中国甲府祭部に掲載されている一覧不送法は、 新の同知年間に考案されており、レシピがくり抜いたスイカの中に2匹の若鶏を詰めて、酒を少量加え、スイカごと蒸し上げるというものであることから、冬瓜はこれに由来すると考えられている。これが新朝の宮廷料理として作られるようになると、レシピがより洗練され、丸ごと使っていた鳥は才能目に切られるようになり、 また多したような食材と組み合わせられるようになり、料理名も、スイカ、と命名された。現在の陶岩、は、スイカ、が直接変化したとも、宮廷料理の中で新たに、陶岩、が考案されたとも言われている。ありがとうございます。